はい、それでは本日のラストレースとなりました KZ ロックシフターの表彰式、暫定表彰式を行ってまいりましょう。2017ロータクスバックスチャレンジの開幕戦、 KZ ロックシフター、見事開幕優勝を飾りましたのはゼッケンナンバー1番トレンタクワトロ中村義明選手、おめでとうございます。2番手にはゼッケン9番トレンタクワトロ名古屋クロヌバーセラ選手、おめでとうございます。3番手ゼッケン23番ケーテックウィズピーターパン下野舞選手、おめでとうございます。4番手にはゼッケン34番ワイズファクトリーレーシング春日正信選手、おめでとうございます。そして5番手にはゼッケン8番チームケインズ加藤武雄選手、おめでとうございます。ではこちらシフタークラスを上位5選手表彰台にお上がりいただきまして、上位3選手にキャップとシャンパンが贈られます。さあ、それではシャンパンを受け取った3選手、盛大に開幕上位入賞をお祝いいたしましょう。いいかな、振って振っていきます。シャンパンファイト。はい、上位3選手おめでとうございました。シャンパンファイトでございました。さあ、続きまして各ドライバーに星賞が贈られてまいります。まずは5番手加藤武雄選手、4番手春日正信選手、3番手下野舞選手、2番手黒沼瀬奈選手、そして優勝を飾りました中村義明選手に松戸代表より青少のクリスタルトロフィーが贈られます。さあ、変わりまして優勝を飾りました中村選手には優勝賞金といたしまして1万円、さらに DDR 賞が贈られてまいります。おめでとうございました。さあ、それでは開幕こちらも優勝を飾りました中村選手にお話を伺いましょう。優勝おめでとうございます。今日も完璧なこちらもパーフェクトウィンでしたね。でも金土って練習できなくてちょっと不安だったんですけど、今日は朝一走って調子良かったんでそのままいけるなと思って。ぶっつけ本番で、あの独走。そうですね、今年になってからカートもエンジンもちょっと変わってすごいいいものを用意してもらってるんで、全部チームのおかげかなと思います。ね、まあ、上から見ていてもこのシフターのね、この迫力、特に2コーナー手前のねスピードなんてものすごい、迫力がありますけれども、乗っててどうですか、シフターは。そうですね、速さっていうのはもう慣れたんですけど、やっぱり体力的にちょっときついんで、すごくいいトレーニングになりますね。そうですね、横陣に耐えながらとね、そしてマシンコントロール、そしてシフトね、大変だと思いますけれども、まあ、レースをね、いろいろトレーニングという形で、戦いながらですね、今シーズンまたレースを盛り上げてください。次のレースが5月もう、タイトラから全部パーフェクトゲームにできるように終わりたいと思います。それでは最後、支えていただいたメンバーに、クルーに一言メッセージもお願いします。メカニック、監督、すべての人にまず感謝の気持ちがあるのと、今日、全部のお金とかいろいろ出してくれた親にまず感謝があります。それでは第2戦以降も活躍期待しておりますので頑張ってください。ございます。はい、優勝を飾りました中村義明選手でございました。優勝おめでとうございました。さあ、それではこちらもシフタークラス上位5選手でのフォトセッションへと移ります。どうぞ皆さん、中村選手の隣一段ずつ高いところをお上がりいただきまして、記念撮影お願いをいたします。ではカメラをお持ちの方、シフタークラス上位5選手どうぞ記念撮影です。お願いいたします。さあ、それでは上位5選手にこちらも大きな拍手をお送りください。開幕スタートダッシュおめでとうございました。